よろししくお願いまますししますまずはですね12月に入って、えーとまあ、2023年でも終わるんですけれども2023年振り返って、えー、どんな年だったのか教えていただきましょうかはいえっ、ー、とそうですね初め前半は、うんまあ、少し苦労した面もあったんですけどまあそうですね、まあ、一応タイトル戦に久々ですけど。 まあ出場するこなのでまあ今までの年よりは良かったかなというふうに思ってますはい、はい、えー、っとそうですねやっぱり王将戦とはすごい相性が悪くてですね棋士になってから一度もリーグ入りしたことがなくてうん結構一次予選で負け ている印象が強かったので、まあ、やっぱり、あの、リーグに入れて、すごい嬉しかったですし。まあ、ただ、やっぱり、王将リーグは、あの、めちゃくちゃ厳しいリーグなので。うん、まあ、今の力で、うん、そのリーグ戦をどう戦っていくかかなというふうに思っていました。はい、はい、えー、っと、そうですね。やっぱり、負けた将棋ですかね。長瀬さんとの対局で、まあ、その将棋は、えー、まあ、序盤中盤から比較的、こう、お互い。 じっくり刺した将棋だったんですけど、終盤の肝心なところでうん。なんていうか、うっかりですかね、ちょっと簡単なミスをしてしまって、それでいい将棋がダメになったので。まあ印象に残っているという、ちょっと反省の意味を込めてですかね。はい。うん、まあ自分の振り飛車というか、自分の先方信じて。やって良かったなというふうに思いますし。まあやっぱり今の時代でも十分通用するなっていう。 感覚も得ました、はい、そうですねやっぱりあの地元岡山ですと大山先生があの王将のイメージが強くて、はい、なのでやっぱり自分も <laughs> 大山先生にあやかってというか頑張りたい棋戦だったんですけども今までなかなか結果がついてこなかったのでまあそういうことも 見て、すごい嬉しく思ってますし、あと子供の時にですね、初めて見たタイトル戦が、あの、倉敷で行われた王将戦だったんですよね。その時、えー、大盤解説会に行きまして、あの、封じ手を展示されていて、あれを見て。興奮していたのを思い出しました。はい、ちなみに、どなたの対局だ。ったんですかえっと、羽生森内戦だったと思います。はい。だから、その時だったんでも、二人のバチバチした感じを間近で見れて。 で、封じ手を見て、あこれが <laughs> っていうのを思った記憶があります。はい。当時だと多分ヤグラ全盛の頃ですかね。そうですね。アイアグラでもたまに振り飛車もあったり。とかして、もうでもなんか線型とかじゃなくて、羽生先生とか森内先生がすぐ近くで対局してるんだぞ。っていうのが、あのもう子供の時には嬉しかったですね。 そうですねまあいやもう本当うん一気にこう強くなっていってもう今はもう絶対王者になってますから、うん、で将棋もやっぱりあのうん難しい局面での,あの最善に,ちに近い手というかそれを。 見つけるのがすごい早い気士だなというふうに思ってます。はい、いややっぱりもうあの勝敗通りというか完敗ですね。あのもちろんあの局面でああやっとけばっていうのはありますけど、まあそれはもうあのすての対局であることですので、まあその時にそれを選択できなかったっていうのはやっぱり実力不足だったりとか、はい。まあ、ただ栄養戦 と王将戦だと持ち時間も全く違うのでそれはあのその時のイメージっていうのは今回の王将戦ではあままり参考ににしなないいいいい方がいいかなという,ふうに思っています、はいえー、自分が採用するもっともっと何年前から三間飛車が流行り始めていたんですけど、まあ、その時に本当はやりたかったんですけどちょっとそうですね3 4年前の自分ではうーん 三間飛車を差しこなすのは難しいなと感じて、まあ、研究してみたんですけどちょっと今の自分の技術では無理だなというのは34年前に感じて、まあ、それからちょっとやってみたくて少しずつ経験値をつけて、まあ、研究をしていたんですけど、まあ、ようやく最近になっていくらかコツが分かってきたかなっていう感じでしたね。まあ、それでちょっと思い切って、まあ、普段は中飛車が多い棋士なんですけど私は。 まあやっぱりそこはですねあの居飛車も振り飛車もやはり先手の方がある程度自分の好きな線形にできますのでうーんだからまあ特に持ち時間も長いですし、まあ、やっぱりタイトル戦は昔から言われてるように先手版の方がまあその長い持ち時間を活かしやすいかなとも感じるので。 そうですね先手の時に何か、うん、自分の力を発揮できるものを見つけたいなとは思っています。はいはい、えー、っとそうですねやっぱりそれはもう先手とはまあ逆でやっぱり後手番っていうのは、うん、思い切った工夫ですとかすごい準備がないともう絶対に勝てない時代になっているので、はいまあ、そこもやっぱり。 そこはそうですね。あの落ち時間が長い分、しっかりとした準備がないと通用しないかなと思っています。い。や、もうそれはやっぱり中終盤になりますね。中終盤とあとやっぱり最終版ですね。あの。うん、あそうですね。まあ、もちろん序盤も大事なんですけど、あの序盤ではっきり損をするとか苦しくなるっていうよう。では、まあ、そもそもがタイトル戦に出場。 できないので、はい、なので、まあ、そこはまあ最低限しっかり研究するっていうのは当たり前で、まあ、やっぱり富士山に勝とうと思ったら中終盤でうん絶対に損しちゃいけませんしでその中で最終盤でうまく、まあ、自分もいい手を指して勝つっていうのが大事かなと思います。はい、ああそうですね。 基本的には長い持ち時間の方が得意なのでまあ2日制ですかねまあ、ただ数年前の感覚なのでそれはその時とはまた線形の流行ですとか今のタイトルですねペースが速いですからちょっとそれはもうやってみないとわからないなと思います、はい。ただ基本的には長い方が得意です,そうです、ね、やっぱりあの毎曲あの振り曲振のもう でしょうねこれが対抗系なんだっていう攻防が見せ入れると思いますので、うん、でまたあの振り飛車ファンの人はその攻防をあの全力で楽しんでもらいたいなと思います。あいやもうあの決まった時間に起きてだいたい普段の対局だと同じ行動ですね決まった時間に起きてシャワー浴びて歯磨きして <laughs> はい。 だいたい将棋会館に着くのも同じ時刻ですしああ,あとそうだなああの東京ではちょっとできないんですけど関西だとあの大山先生のこう大きな絵があるんですけど、まあ、やっぱり地元の先輩なので挨拶をしてで会館にあえて対局室の五階に上がるっていう、はい、<laughs> のがもう割と棋士になった時からやってることですかね。はいそう うん、<ー>一回だから大山先生の絵に「おはようございます」って言ってたら横通った掃除のおばちゃんがちょっと不思議な顔で見られたことがあります。<laughs> だからちょっと今人いやいや、まあ、け結構ありますやっぱり運動が好きですしあと散歩も好きですし、まあ、基本的になんか動いてないとダメですかね将棋やってる時以外は。はい <laughs> ドギングふだ、ねえー、と結構筋トレとかジムとかに行くんですけどそういうのしない日は散歩してっていう感じですかねなんか一日光浴びないとか動かないっていうのはちょっと避けようと思ってます、はい、一生懸命将棋がさせているなっていうのが今すごい幸せですかねなんか今までの一生懸命っていうのは ちょっとまた今の一生懸命と違ってなんかそう <laughs> なんか自分の好きな将棋を全力でできているっていうのがまあ幸せに感じますねはいやっぱり将棋のところで幸せを感じる感じですかあまりそれ以外では感じれないタイプ <laughs> なのではい <laughs> なるほど、はい、今のバッグはどれぐらい持ってらっしゃるんですかいやものすか 騎士の中だと少ない方ですねタイトル戦戦ってる中だと多分一番少ないんじゃないかなと思いますなんかこう自分の場合ですけどうーんその季節のものとか色合いって本当は着物ってあると思うんですけどなんかもちろんそこに合わせるべきなんですけどなんかこう理由とかどうしてこれを着たかとかそういうこの着物はあの時にああいう気持ちでっていうのが なないいいとスイッチが入らないっていうかだからやっぱりこれだと講演会の人に作ってもらってあの時みんなで作ってくれたんだなとかっていうのでまた頑張らなきゃって思ったりあとは師匠に作ってもらったものも同じように今からやるぞっていう気持ちになりますしあと自分で作ったものも初めてのタイトル戦の時にすごい悩んで作ったなとか。 のの時の気持ちが思い出せるんでだから今回王将戦で着るものっていうのはちょっと時期が違うものになるんですね薄い生地のものが多いんですけど本来であればもっとあの冬ですから暑い時期の暑い生地のものを着るんですけど昔着てやっぱり気持ちが入る着物でやりたいなと思っています。 はい、えー、王将戦七番勝負が始まるわけですけど、まあ、あの相手は、えー、藤井八冠ということで、まあ、ものすごく大変な相手になりますけどあの、まあ、自分も、えー、せっかく得た大きなチャンスですので、まあ、全力で頑張って結果を残したいと思っています。えー、応援よろししくお願いします。